いかがでしょうか。もう今年のターゲットほら、なんだっけ、ナインファイブから、はい、フィルが移籍した時からもう全然なんか様子が変わったというか、本気で日本市場もそうだし世界市場を取り始める準備ができたっていう意味で、もちろんね、パイロのあの元々の1万2000でしたモデルもう素晴らしかったんだけど、これをあえてね、そのカラーリングとそのカラードとその何細かい飾りカットを減らして逆にこの廉価版で出してくるって普通まずしないから、逆じゃん普通って。そう、普通はこう普通のを出してそれでプロモデルっていうか高い方に移動させようとして、バレルのリプレイスを逆に高い方高い方に切り替えるんだけど、これはちょっと今までのやり方ではなかったよね。ダーツ業界では全くなかった話で、すごいなって思ったよね、うん、ただ今これ、実際にパイロが出たのって6月だっけ。そうですね、6月です。だよね、はい、で10月でしょ、はい、もしかしたら半年空けといたらより確実だったような気がするけどね、うん、そのちょうどカットが舐めてきたっていうバランス、まあもちろん人によっては1ヶ月で終わっちゃう2ヶ月で終わっちゃうって人もいるけど、大体全体的に6ヶ月タームで見てでこの安さを出したら、要は年末ぐらいにこれがもし出たらもっと初動の爆発力って半端じゃなかったんじゃないのかなって。うん、うん、ただやったことはすごいよやっぱり、はい、うん、なんていうのかな、今年のターゲットは本当すごい、うん、パッケージから何から頑張ってるし、バレルメーカーがちゃんと仕事をしようとしてるっていうか、うん、これはねちょっと同じバレルを作ってる人間としてはね、いいなお金のある会社っていう感じかな、うん、あとまあ技術力、やっぱり自社工場ってずるいなっていうところとかね、まああると思う。でもちろんこのバレルのね、そのパイロ80っていうの80ですね。80なの？はい、パイロ80っていう感じです。あ、そう、はい、まあどっちでもいいんだけど、まあもちろんね、その最初のパイロのオリジナルのシグネチャーモデルで評価が高いものをちょっとカット変えてきてるぐらいでしょ。そうですね。カットはピクセルが入ってなかったりですね。だよね、はい、ほぼカット変えずにいってるっていうので、はい、使い勝手も全然これ悪くなかったし、実際投げた時に。ただまあ、細かく言えば、パイロのシグネチャーモデルの方が、なんていうのかな、引っかかり感っていうのはあるかな。ただそれは綺麗に話せる人が求めるピクセルカットというかであって、実際のエンドユーザーで B フライトぐらいだったら俺はむしろ AT ぐらいの方がバレルの抜きっていう勉強ができるのでちょうどいいんじゃないのかなと思って、だから決してその安くしたからそのなんていうのかな、物を落としましたというか、ねゴテゴテしないようにお金がかからないように作りましたっていう見え方しちゃう人もいると思うんだけど、そうではなくてやっぱりそれなりにこの価格帯ではこういうカットが必要っていう意味ではすごいドンズバなんだろうなって思った、うん、だからもうすごいいいと思うよ、うん、これは買ってもね5926円税抜き丸在庫ありなんて書いてあるから、はい、ぜひ使ってみてほしいよね、うん、損はしないと思いますこれは。もういわゆるザッツトルピードだし、この時代にこういうトルピードやってきたのは素晴らしいよ、うん、やっぱりオーソドックスに戻ってくんだなっていうのは本当に素晴らしいと思いました、うん、来年頑張れ他のメーカー。以上。はい。